それでさ、なんか今日なんとなく、何気なしに今日、瞑想の時にさ、ベローンってしてたら、もう物質世界で成功だから、豊かさのお金がもう入ってるのと一緒なんだよ、みたいな話したじゃないですか。で、今日ね、もう年明けのその初めての、外部の人たちとお会いして打ち合わせをパン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 進めてて、見積もりもパン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 出てくるんじゃないですか。すごいですよ。今日4件分で6000万ですからね。6000万が動くんですよ。私今日朝1億円って言ったら、もうちょっとで その金額やったよな、今日みたいな。もう、思いっきり遊んでます。2月で、これ、全部支払いになれると思うので、そうすると、また、点々になると。なので、3月の化粧品が、売れなかったら、うちは終わりますね。でも絶対売りますから、売れますし、相変わらず綺麗に重なって綺麗にまた入ってっていう、この素晴らしい循環で動いております。今日瞑想でお金の話をさしたわけですよ。そしたらさ、千恵子研究員から、所長、今日瞑想の役割がやっと分かりました。物質世界の成功だった。見えない自分とつながるということだった。つながればつながるほど豊かになる。瞑想のことをちゃんと理解して今日瞑想をしたら、最後感謝が溢れて謎に涙が出て、最後合唱したくなり、涙を流しながら合唱しているというすごいポーズで瞑想を終えました。なんかすげえいいこと書いてあると思って、ねえ、謎に感謝が溢れて初めて今日瞑想の役割がみたいな。でもその後の一文でめっちゃズコーってなった。私の1回の瞑想は100万円なので、5万7000余裕で元取りました。笑い、みたいな。お金かーい、みたいな。もう、現金。富田研究員より、瞑想の金額、始める前に所長の話を聞きながら思ったのは6万円。なのに終わりの頃に12万ってふっと湧いてきた。短時間で倍に跳ね上がりました。これ楽しい。もう、現金。対研究員、今朝の配信の瞑想したらいくら入ってくるかっていうの、私は1回10万円、月300万と設定したらワクッとなりました。そして、その後自転車で出勤していたら、私を追い抜いていった人のリュックに、働いたら負け、と書いてありました。朝からいいメッセージを受け取りました。仕事行ってきまーす。この人も現金。そしてそのリュックに、働いたら負けって書いてあるリュック、どこで売ってるんですか？泉研究員より、所長報告します。今朝の配信で瞑想したらいくら入ってくるっていうので、最初1億？ないないってなって50万。ないなーで、結局1万まで行って落ち着いていたんですが、その後すぐに、ん？少ない。3万、 OK？ ん？少ない。5万、 OK？ ん？少ない。10万、 OK？ ん？少ない。を繰り返して、あっという間に100万になりました。あの瞑想中の短時間、10分くらいの間でどんどん枠が外れていきました。明日にいくらになるのか今から楽しみです。はい、この人も現金。もう皆さん、私たちはなんちゃって仏教徒なんですよ。悟りを目指してるわけですから、悟りを目指してるんですよ。悟りよりも現金。これいいよね。明日の朝もう一回言おう。そしたらなんか豊かさについてのなんか勘違いが取れる気がする。から朝瞑想ちょっと毎朝しつこくこれ言います。優香研究員より、今日の朝瞑想でさっき立つを気分がいいと言っていた所長に驚いた。私、さっき立つイコール気分が悪いとか、さっき立つイコール悪い、人寄せつけない感じがダメ、怖いしと思ってた。いい気分って感じる人もいるんだって概念が変わった。これはいい気分、これは悪い気分って頭で決めてしまってるやつがあるって気づいた。今一度細かく自分の心、感情を見てみようと思ったよ。そしてもっともっとベローンしていきたいよ。この内容結構今日来ました。朝終わってから。さっき立つっていいんですね、みたいな。え？誰かダメって言った？みたいな。私の多分さっき立ち方、ハイレベルだと思う。本当に寄りたくないと思うよ。自分のなんか世界に入り込んでるんで、私自身は気持ちいいんですね。周りが迷惑かもしれないけど、ごめんなさいって。ブログとか、それこそインスタの文章書いてる時とかは、誰も触る前私に、みたいな感じ。なのであれかも、私それ悪いって全然自分の中で NG してないから、なんかこう気持ちよくさっき立っててますね。ああ、なんか周りに気遣わなきゃとか全くなくて、なんなら、この状態だから察しろよみたいな。近づいてくんじゃねえぞ、みたいな感じ。さっき立つってイライラしてることじゃないんだ。
そうですね。何か夢中になってもこれやりたいっていう目の前のことがある時かな、私は。最初の天の川伝説見た時、お客さんの感想を真剣に読んでるハピちゃん見て声かけられなかった。あれも先立ってる。完全先立ってます、それは。完全に先立ってます。今日みんなどうだったんだろうみたいな。アンケート読んでる時ですね。先立ってますね、それは。え、怖いって言われても、怖いのしょうがないよね。怖い時だってあるさ。そしていきなりこのイラスト。これわかりやすくない？ソースが邪魔してる。エゴキンマンが。接着剤になると繋がるの。みんなこの右側が悟りだよ、悟り。ソースと自分の差を取る。ウェーイ。左側はこれ、見て見て。分断されちゃってるからさ。自分にパワーがないと思っちゃってるじゃん。だから、自分にパワーがないと思い込んでるから、肩書き取りに行かなきゃとか、知識つけなきゃとか、経験値上げなきゃとかって思っちゃうんだよね。でも見て、ソースと一緒になってたらさ、ソースってもうすべてそのものだから、わかりやすいよね、これ。これイメージですよ。みんなここ、こうなった時に、この右側のこうなった時にあなたにチャリーンですよ。はい、現金。だから瞑想ね。朝瞑想したら、あ、一回いくら入るなっていうのが気持ちいい人はそれやってほしいし、ベローンとしたら、あ、もうこの瞬間物質的な成功だから、あ、これで私、いくら入ったな、とか。で、そして、入った、その、今日の金額で、え、何買おうとか考えてみてくださいよ。大抵の場合、あなた方は、自分が弱いと感じるから、大勢で集まろうとする。そんな不安定な場所から物事を良くしようとする。だが、想像のボルテックスから外れている人がいくら大勢集まっても、明晰さも解決策も得られはしない。ボルテックスの中にいる人が一人いる方が、そうではない人を何百万人も集めたよりも大きな力になる。これ、たくさんのご意見を持ち寄って、問題解決しようみたいな。でもその、たくさんの意見に合わせていこうみたいな。ボルテックスから外れた人たちがその論議をし続けても解決に向かわないと。なので多分結局これボルテックスの中にいる人ってソースと調和している、本当の自分を発見しているっていうその人だから、まあ悟りを開いてる人っていう言い方をしてもいいよね。だから悟りを開いてる人が一人いたら、そうでない人何百万人集めたよりも大きなパワーになるんですよ。なのでベロンってしようっていう話です。結局のところ詰まるところも全部これに行き着いちゃう。私たちは大騒ぎしすぎている。もっとシンプルに気を楽にして、ホッとすることを探して、リラックスして、自分に優しく楽しいと感じることをして、想像のボルテックスの中に入ればいい。蓮の上に乗って、なんかこう大いなる想像の流れの上に、なんかこう自分が同じリズムで座ったまま、もう口も半開きで、あー連れてってみたいな、もう HTL のこの流れにも私連れてってって感じで今思ってるわ。明日の上に乗って、もうよろしくどうぞ。一研究員として私は実践者ですから。紙袋が間に合わない、そんな時は最悪を考えて、3月24日にできないだけか、また4月か5月で秋あるかな、連れてってみたいな感じですね。でもそれを何が何でも、もう力技でどうにかこうにかってやろうとすると、ハスの上からゴローンと落ちちゃって、ソースとのパワーを忘れてしまう。そうですね、私連れてってって感じです、感覚的に。そのそっちの大きな宇宙の拡大の方に、ハスの上に乗ってるから連れてってみたいな。だから笑ってる時とかも連れてってもらってるね、ハスの上に乗って。笑ってる時ってエゴキンマンも消えちゃってるから、ソースとつながって、はっはっは、完全に連れてってもらってますね。なので笑いはいいよね。そうなので、私はよく自分の失敗とか、うまくいってないこととか、あの壁にぶち当たったことを、どうやったらこれ面白く持っていけるかなって、まあ、考えてるから面白いことが起きちゃうんですけど、よく。でも結果もうギャグやんって自分で思えるから、もう笑えちゃうんですよね。笑えちゃう。でも笑えちゃったら想像のボルテックスが連れてってくれる。だから大騒ぎするのやめて、シンプルにね、あなたが笑って気を楽にしてたら
ハスの上に乗って連れてってくれますから。ボルテックスへようこそ。皆さんに来ていただけてとても嬉しく思います。明日、よかった。明日という日が地球にあってよかったよ。楽しい夜でしたね。本当にふざけてますけど感謝しているんです。この場所に、雅子研究員、こんなに自分と向き合って、自分と会話して、自分のこと考えて、自分のこと愛した1ヶ月は初めてでした。4年前にハッピーちゃんを知って、少しずつ世界が変わって、でも知識だけ増えて、現実は正直そこまで変わってなかったです。でもこの研究所が始まって、ハッピーちゃんが伝えてくれることは変わっていないはずなのに、自分の理解度が全然違って、毎日気づきでいっぱいです。それと今まで実践してきたつもりだったけど、やってたつもりだったなって。毎日みんなで集まって、散ってそれぞれ実践して、また集まって、顔は見えないけど心強くて、この研究所があることが本当に幸せです。一人だけ置いていかれるような気がして焦ってたけど、なんか今この研究所に入れてることだけでもう十分幸せだなって思ってます。実験してても失敗しても、みんなでやってるっていう心強さがあります。本当何回も言ってるけど、ハッピーちゃんこの場所を作ってくれて本当にありがとうございます。あと1ヶ月よろしくお願いします。もう私も本当に楽しいです。とにかくこれを謎に、そして泣くという、もう躁鬱の人みたいな、何なんだこれ。ありがとうございます。なので本当に、そうふざけてますけど、すごく感謝しています。右往左往していることが私はどっちかってたら楽しくて、なのでそうですね、それが楽しいですね。右往左往してるのが楽しいなって 笑ったり泣いたり忙しいお時間でした。そうだ、今日は1ヶ月だったから、今日は感謝しながら、いつも朝瞑想してる時、すごいこの時間豊かだなって感謝はしてるんですけど、今日は寝る前にちょっとありがとうかみしめながら寝たいなと、マッサージされながら寝ます。もう本当に謎すぎるキャラで失礼いたしました。それでは皆さん、素敵な夢を。ありがとう。